シルベンブスケは、パリ外国選挙会のフランス人、カトリック司祭。カトリック、大阪教区の北の教会及びカトリック、宿川教会の創立者であり、日本で最初に、小崎花の聖テレジアの著作を翻訳したことで知られる。八百七十七年十一月十九日、フランスの片田舎の村である、アベロン県リュフ役のカバネスで生まれ、3日後の21日に、 地元の教会で洗礼を受けた。小学校を卒業してから、農家である家の手伝いをしていたが、教会の主任司祭は彼を見込んで、ラテン語を学ばせた。その後、中学3年に編入し、さらに高校に入学して卒業した。高校卒業後の1896年9月17日に、パリにある、パリ外国宣教会の神学校に入学し、そこで、 生涯の友人となるペ・マルモニエという人物と出会った。後に彼も宣教師として日本でブスケ神父と共に働いた。1901年6月23日に主催に除海され、わずか約1ヶ月後の7月31日に宣教地である日本に向かった。日本についてから最初に神戸のペーラン神父について日本語を学び、そして鳥取や岡山で子供に教理を教え、 日本語の知識を習得した。1906年11月、大阪市教から梅田駅の近くに住居を探して、教会を建てるという依頼を受け、不動村を祀る家を借りて、仮制度をとした。そして早くも翌年の復活祭には20名の受詮者を出した。聖テレジアの自助伝である小崎花を翻訳しようと志す契機となったのは、友人であるマルモニエ神父の手紙であった。 小崎花は1911年9月に発行されたが、初版は1週間でなくなり、その後も版を重ね、ついに国内省に献上することになった。第一次世界大戦中の1914年、神戸領事館の動員令によって従軍することとなり、フランスに帰国した。数年後に本に戻り、兵庫県西宮市に教会を建てるように司教から命じられた。 1921年、ブスケ神父が兵庫県西宮市に土地を借りて、阪神館発となるカトリック、宿川教会を創立して、2年後には現在の教会のある土地を購入して仮聖堂を建てた。その後に本格的な聖堂を建設して、1932年にネオゴシック様式による現在の聖堂が完成した。 ブスキ神父はさらに女子修道院建設の構想も立ててはいたが、この計画は実現しなかった。ブスキ神父は生体に対する信心が深く、毎日早朝に起きて3、4時間は生体の前にひざまずいて、木想をしていた。カトリック、賀川教会では、毎朝に30人の信者がミサに預かって生体を配慮した。すべての事業には、 犠牲の裏付けが必要であるから、宿側の聖堂建設にも犠牲が捧げられなければ、ならないとブスケ神父は語っていたが、その後敗血症にかかって、重体となった。マルモニエ神父は、主よ、ブスケ氏は本当に、立派な神徒であります。何とぞ彼を救って、私を身代わりに死なせてくださいと祈り、その結果、ブスケ神父は回復したが、マルモニエ神父は、 ミサの死式中に救世した。治療のために輸血が必要となり、日本人信徒は競って、自らの血を提供したが、神父は、今や私の肉体も日本人の血を受けて、日本人となったと喜んだという。病から回復してから休養のために、北海道北都市のトラピスと修道院に行き、その後フランスに一時帰国した。約一年後日本に戻り、 関目の教会で3、4年在任してから再び北の教会の主任司祭となった。太平洋戦争中の1942年、ある青年が求道者を装って北の教会を訪問した。彼は公共料理を学んで洗礼を受けて生体配慮をするまでになった。だが、青年は憲兵であり、その行動は薄木神父を捉えるための罠であった。 神父の発言をすべてノートに取り、さらに天皇と神どちらが偉いかという質問もした。神父様は青年を信頼していたので、迷わず神と答えた。1943年2月16日の早朝に、私服の憲兵が教会に押し入り、薄木神父を逮捕して連行した。大阪教区の田口薫五郎司教は憲兵隊長を訪問して、 真相を追求するとともに、再三、ブスケ神父の解放を申し入れたが、聞き入れられなかった。尋問と拷問を受けて衰弱した神父は、弁明しようとしたところ、信頼していた青年の裏切りのために発狂したと言われている。その後、香りの精神病院に送られ、急性肺炎にかかって、3月10日にこの世を去った。遺体には、数箇所の傷があり、痩せをとえて、 顔には苦悩の跡が漂っていた。意外は、北の教会に移されて、翌日の3月11日に、田口司教による葬儀ミサが行われたが、参列したのはわずかに同僚のパリ外国宣教会の、神父数名と信者十数名のみであった。そして、それは、憲兵と警官の厳重な警戒のもとに行われた。 神父の意外は、服部霊園に埋葬されたが、憲兵と警官の厳重な警戒はそこまで続いた。日本人を深く愛していた神父が、このような生涯を閉じたことに対し、戦後になって、このままでは、ブスケ神父様に申し訳ないという声が高まり、ブスケ神父が生前に希望していた通りに、兵庫県西宮市にある万池が谷墓地のキリスト教区に改装されることになった。だが、 改装には当局の許可が下りるまで5年以上経たなければならなかった。神父の死後6年になる前日の1948年3月9日に、神徒たち自らが神父の墓を掘り起こし、この殉教者の遺体を宿川教会に安置した。命日である3月10日に田口司教によるミサが捧げられた後に万一ヶ谷やぼっちのキリスト教区に葬られた。ありがとうございます。